看護兵何強いん？だってルーさん解除しないでしょ、まず。なんか、セイリグ、リゴッチ、ケイリゴッチ、なんかわからんけど、あとはセル、セルブスト、セルブスタラ M1916 初期仕様と M1907 がある。あ、なんか連射できる看護兵もあるんで。あ、そうなんや。でも遠距離、そうそう、遠距離、遠距離でないとどれがいいのこれ。マークスマンってある？ない。あの、弾多いやつ、10か20ぐらいの弾あるやつあるかな。10発のやつあるよ。あ、そうなんだ。じゃあそれでいいんじゃない？ダメージいっちゃ低いで、でもこれ。あ、そうなんだ。なんか M1916 が一番ダメージ強い。あ、ごめん、嘘ついた。めっちゃ嘘ついた。めっちゃ嘘ついた。セイリゴッチのがダメージ高いわ。これでいくわ。2倍スコープなんやな。微妙。よし。ちょっとどっから攻めたらいい？ちょっとバター蘇生してあげるから俺の前が出てよ。ちょっと勝手に色キット投げてんけど、お前に渡すつもりなかったんで今。ふざけんなよお前。何やねん、俺に色キット出させるチート使ってんちゃうよなお前。ちょっとこれ感度高いんだが、合ってないわ感度。なんなんこれ、ちょっと。なんで2倍スコープやろこれ。えなんかなんか感度高いなお前は。バター取ろ。ジョンどこや。あ、なんかめっちゃ先行ってるやん。待った待った、ちょ待って待って待って、置いてかないで。メリックメリック、お前要求するだけやろ。ほんま、何やろ。絶対蘇生したらんからな。はぁ、死んだ。くそ。目標バターを確保。自分で注射させよ、ほんま。こんぐらいやばいや、麻薬者 やってるみたいな。最初からさ、腕に刺して戦えばいいんじゃない。倒れたらさ、なんか収入されるみたいな。そんな感じでやろ。名案やわ。ちょっとこうおるからガバガバにしたら。天敵打ちながらやればいいやろ。天敵打ちながら。病人やんけ。天敵やればいいよ。ちょ、見えへん見えへん、ほんま。マップめっちゃ映ってんねんけど。ちょ、10発少なくねこれ。少ないね。ねえ、27発のやつあるやけど。あっちの方がいいな。あ、ちょ、敵おる。よっしゃー、ヘッショー。入ったかも。奥おるで。あー、俺のやつじゃダメだな、これ。意外とさ、これ精度低くない？低い。なんか俺スナイパーぐらいの感覚取ったもん。ほんま。全然あかんわ。てか、味方強すぎるし、敵少な！マジで？ちょっと、ジョンどこ？ルーの後ろ。ちょっと、常にフレアガン投げといて。はーい。で、フレアガン持って走れ。撃たんの。弾だわ。どっちから行こうかな。ちょっとアップルと後ろ、後ろやばい、後ろ。え、何？後ろ光ってる。あ、おい、アップル、アップル誰もらん。チャンスチャンスチャンス、ほら。チャンス。でもな、なぜかね、アップルは下がらへんねん。やばい、死ぬ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 。もう俺を撃ったこと後悔してるからな。オッケー。ナイス。しゃ。燃える。あ、ちゃう、味方のや。味方の炎はあったかい。優しい炎。上おるわ、これ。やってくるな。あれ、おらんな。おらん。おー、ナイス。これはしご登って絶対おるから、こっちから行こう。あれ、ほんとおらん。ブラボーの中にも。おらおら、オッケー、やった。看護兵おもろいんやけど、普通に。なんなんこれ。だって BF1 おもろいんやけど。今下がれてる。あ、スナイパーおんで、向こう。え、向こうは向こう。山？そう、山山。あ、でも隠れた。あ、スポットした、スポットした、スポットした。ほらほらほら、制圧与えたる。あ、ちょっと待って、さすがにきついよ。やめとこ。下来てる、下来てる。もう10発少ないなこれ。あ、さ、色切った、合わせた。終わった。仕込んだん実況にならんわ。とりあえず次あれやろ、何やったっけ、スエーズ、砂漠、スエーズやるか。警察兵じゃないわ、看護兵ランクって論会があるんやろな。結構さ、面白くないってか、自分のメインじゃない兵か、あげるんじゃないそれな。長かった看護兵あげるな。せやな、間違いない。俺使ったんね、SELVS ってやつ。M1916 か。あ、俺それ使ってんね、初期仕様やけど。でも、光学水銃とかマークスマンの方が精度めっちゃいいわ。マークスマン使ってる。反則じゃん。ジョンさ、看護兵で湧いて、その武器使って死んでや。どれ俺式どれ。
まあとりあえず君の専属蘇生兵やるわ。蘇生1回あたり1回あたり50万円やけど絶対いらん。え、いいんやなこんなん無理やって、遠距離すぎて真ん中行こう。正面いるな。お、大量大量やめろ、ジョン助けて。いや自分で助かって自分で助かってってないやん。あ、でも俺資金とこ結構ええやん。ここ湧くわ。待ってな、俺死ぬなよ絶対に。絶対死ぬな、急ぐな急ぐな、俺がすぐ医療キット持ってくるからな。死に急ぐことはない。めっちゃ左クリックしてんね今。オッケー、ナイス、受け取れ。敵の走行列車がいるけど。え、いや、やばいな。待って、俺死ぬ死ぬ死ぬどうせお前死ぬから注射器持っとくわ。死ねよ。毒流し込むぜ。こうやって遠距離すぎるって、こんなん無理やろマジで。リローディン。あ、あいつやる、おやつ俺がやる。はーい、俺もアルファ入るよ。え、あ、ちょっと俺も行くわ。オッキー倒した。1キルやねんけど、まだもう恥ずかしいわ。あ、死にそうな子がいる。チャンス、ポイントチャンス。お前の分の救急セットだ。お前の分ちゃう、俺の分じゃ。オッケー。あー、くっそー助けたやんか、自分を助けたやんか、ようわからんお前の分の医療キットセットだって俺の分じゃから、ほんまありえへんねん勝手にシステム側でお前の分とか判断してほしくないねんけど。たまにそれあるよね、過去兵使って。それお前にあげたけど、お前にあげたわけじゃない。死ね死ね、オッケー、やった、ヘッドちょっと。アイアンサイトヘッドちょっと結構楽しいわ、なんかやった感ある。なんなんお前らスコープ使ってんのもそれなみたいな、こんな感じだ。機関車撃ってほしいな、それ。ほんまに。あ、ちょっと待って、白魚いる。ちょ、え、ちゃうわ、白魚じゃないわ。おら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 、え、死んでるわ。もう無を撃ってた。オッケー倒した。いや、早く解除したいな、楽しみやな、解除されるのが。今馬おら、馬おら、味方味方味方、あ、味方か、びっくりした。ほんま基本馬が迫ってくるときって絶対に敵やからさ、基本味方でも怖い。死ね死ね死ね、あれなんやねんこの精度の悪さ、ほんまありえへんわ。くっそ、お前の分の救急車、お前の分ちゃうわ。誰もおらへんけし周りに、こいつアホやろほんま俺しかおらんわ。あ、おったおった。あー、くっそ、もう死んだし。スナイパー、え、スナイパーおった今。見えんねえ、まず。そう、マジで見えへんわ。3キル3ですか、ひどいな。もうちょっと突っ込みたいねんけどな、沸かしていただく。わあ、無理だ。そして救急セットを受け取れ。ええー、蘇生、ちょっと待って、なんかあ、そっちの方なんか、あ、こいつは蘇生するけど知った差別差別蘇生してあげるわ。あれ、もらんやなんや、もうちょっと頑張って。もう、アイアンサイトとかマジいじめやろこれ。いった、ほんまスナイパー使いたい。あ、蘇生蘇生蘇生してあげる、この子俺のものや。オッケー、1回50万円。手当てできるぞ。やばい、殺される殺される。おっしゃ、逃げ切った。ジョンどこや。いや、後ろで遊んだんやけどさ。え、何遊んだん。そのね、いや、きついね、あの、城城っていうか家か、家からめっちゃスポットされてるからさ。ああ、なるほどね。超怖い。ちょっと待って、マジで蘇生動画やわこれ多分まあ、いっか別に。アップル行くか。中めんどくさいなこれ、ほんまに。死ね。なあ、もう全然当たらんし、もう腹立つわ。マークスの欲しいな。あ、もうもうあ、もうもうあ、もう走ってるだけで殺されるね、ちょっとあ、取り付けあ、アップル来た。ちょ、なんか、こいつなんか
腰ダメやるやん結構この武器。救急セットだ。あ、そうなんだ。うん、やなかなかあのスナイパーよりはスナイパーよりは信用できるわさすがに。あ、ヤホーが近距離戦になってきた。楽しなってきた。なんかいる。ガバメントリー蘇生させへんぞ。ちょっと待って、ガバメントなかった。はぁ、あ、マジかよ。ジョン看護兵で出てよ。え、マジ。あ、いや指を別にまあ出てよって言われたら出るよ。え、マジ。ちょ、蘇生し合う仲やろ。あー、いいよいいよ、蘇生し合う、蘇生し合う仲。なんかゾンビが起こし合う。ゾンビが、まあ、弱いって認めてるの。よっしゃ、切る確保。バター行こうか。あ、上おるわや。建物の上やっといてよ。 上登る。いじめられてるんですか。あ、死んだ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 。多分大丈夫。死んだ。うん、おらんやろ。おらん。ちょっと俺も上行こう。上から一方的に。ちょ、ジョン早死んでよ。その4倍のマークスも俺も使いたい。え、でも俺2倍でやってるわ。あ、そうなの。なんなの、あなた2倍でやってる。4倍でも2倍でやってる。あ、4倍でもマークスマンで2倍使ってるってことね。そうそう、マークスマンで2倍使ってる。ああ、そういうことか。いや、それもありなんでしょうね。だからアイアンサイトが見やすいからな。近距離きついんや。でもさ、もったいなくない。2倍なんかさ、なんかノースコントロール囚人のレクテルがいいんじゃん、うん、受け取れ。ああ、そういうことか。オッケー、やった。4倍使っとったらさ、その近距離がほんときついんや。ああ、なるほどね。ただマークスマン使ったらさ、コントロール性が下がるって書いてあったから近距離きついんじゃないかなと思って。だからほんまに近距離戦するってこのアイアンのが強いかもしれんけど、なかなか近距離戦にならんからわからんっていう。あ、上おる。何悠長に橋が降りとんだ。ほんま受け取るし。お、強いやん。誰やん。じゃあいつやろう。オッケー、やった。飛び降りたな。スイム、スイム。恥ずかしいもん、俺ちょっと顔赤くなってんだよ。まとまってくれたら。おっしゃー、5万。5万マジでやるやん。ジョン、俺さ、弾ないから援護兵で割いてよ。いや、嘘でしょ、お前看護兵で分けって言ったみたいに。え、戦況は刻一刻と変わりうるから。え、そんなん言ってられへんから。あ、来た。なんかこれ、ちょっと待って、なんかマウスホイールで拾うなってるからさ、俺金鉱フィーブは。で、マウスホイール長押しとか無理やから拾えへんねんけど、武器。めっちゃ俺上に回してるんで、ね、マウスホイールこうやって。あ、ま、そうなんすか。全然拾えへんもん。リロードのボタンで拾うなってるからさ、今ちょっと後で金鉱フィーブ書いてもらおうか。死ねん。はぁ、あ、マジか。そう、14キルしかしてへんねんけど。で、見て俺の成績。見た。どう。いや、別に。いや、なんか、ピン高いなーと思った。そうかよ。まあ、ミュールには勝てないなーって、そんな、そういう感じかな。まあ、所感としては。でも、見るとこは違うね。まあ、人によって見るとこは違うかな。初心者の子は KD 見てくれた。俺、初心者じゃない？ガバメントの、あ、待って、ガバメントが強くて気づいてしまったわ。あー、どうしよう。ガバメント3マン。ガバメントの方が強い。明らかに。明らかにセミスナイルガバメントの方が強い。ほら。ほら、やばくね。ガバメントの方が強いやん。なんやねん、これ。所詮、看護兵ってこのレベルなんだ。ちょっとタイトル、ガバメント無双にしとく。あ、でも遠距離ちょっときつい。ほら、絶対ガバメントが強いよ、これ。救急セットを受け取れ。な、この辺に敵おらんかったっけ、今。あ、おっとった。いやー、取られたし。後ろいるな。オッケー。ほんまにガチ近距離って判断強いよ、これ。お、待って、今調子いい、調子いい。ほら、21シール5してる。おです、なんか噛んだ。あんまり成績変わらんくなってきたね。あれ敵ちゃん。ほんとよ、やるやろ、これ。ほらほら、もう抜かしたね、君に。見て見て、待って、ま、いや、違う、敵もあんな俺の目の前に。いや、言い訳やん。違う、敵がおらんな、ほんと。敵は作るものやから。ごめん、何言ってるか分からない。おっしゃ、ちょっとまた入った、また入った。で、割とさっきガバメントで稼いだけどね。ほら、あー、もうグレー投げる。やばい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 。はぁ、マジかよ。なんでお前、あ、突撃歩兵か、これ。ちょっとキルマシに俺が欲しい。いや、俺が欲しい。いや、違う違う。俺、あ、来た。
はい。うい。でもピンをね買ってるし。諸君に敬意を表する。いやいやいや、言ってても高いのごとく戦い。まあ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 。珍しいってなんやねん。